美味しいけれど毒がある。どうも、朝岡楽村の福でーす。こんにちは、おいでーす。お前ら、夜道に気をつけろ。どうも、夜道ゆきでーす。ちょっと今日は私の愛車の390デュークが車検中なので、代わりに CB という台車で走りに行きたいと思います。今日はなっちゃん、よみちゆき、そしてサブカルクソーナ3人でお花見釣り子しちゃいます。やったー、すごい、会っちゃった。なっちゃん、なっちゃんかっこいい。豪華メンバーで釣り、豪華メンバーですよ、本当に。これ音入ってるかな。よし、まずは市民学園の桜を見に行くよ。行くよ。狭い坂、東京道路。いや、北海道は広いもんね。いや、なんか2人が後ろからついてくるっていうのが不思議、面白い。一緒についてきます。ついてきて、ついてきます。よし、ついてきてください。なんかここいい感じ。うわ、すごい、うわ、すごい、やばい、やばい、綺麗。うん、浮いちゃってこなくです。また。やばい、今日ポンコツすぎる。すごい、めっちゃ綺麗じゃない。めっちゃ綺麗。やばい、ここも安くのあたりか。取れた。オッケー。あー、やばい。私が今先導しているので、2人の姿は後ろにあります。ゆっちゃんは台車の CB400。 はい、ハンドルークで来たかったんですけれどもね。うん、寒いね、やっぱ。やばいね。大丈夫？震えてない？大丈夫？結構震えてます。マジで？でも今日は寝てないから。そうだね、寝てないさ。やばい。でもさ、フグちゃんも全然寝てないでしょ。多分2時間ぐらい寝たから結構元気。まだよかった。うん、イエイ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 。バスみたいな声ですよね。ピカチュウ、めっちゃピカチュウ、すごい。あ、本当だ、内見。あ、うん、見せてもらいましたよ。あー、嬉しい。惚れたわ。結婚します。あの、泣いてお兄さんと私結婚します。はい、隅田公園に着きました。はい、桜の似合ういい子です。フグバレー可愛い。イエイ、透明感です、この子が。そしてこっちが東京で釣れたフグですね。じゃあ行こう。よいしょ。わーい。坂道発進できるかな。この車が行ったら行っちゃうかな。あ、止まってくれた。ゆきちゃんの世代で流行ってたものって何なの？中高生とか。うん、虫キング。虫キング。あとおしゃれマザブ&ベリーとか。うーん、え、何それ。え、何、お皿、おしゃれマザラブ&ベリー。おしゃれマザラブ&ベリー。あ、ラブ&ベリーか。あ、ラブ&ベリーは聞いたことある。イエーイ。なっちゃん、ゆきりとの真似する。うん、え、あれ、あ、やば。え、読み中、読み中聞いたね。ありがとうございます。めっちゃ好きです。ありがとうございます。握手とかします。あ、やばいやばい、ちょっと待って。あ、エンストした。たったかたったかた。それがまた怖いっていうね。あ、でもなんとか。うひひ。あ、ここが表参道ですな。青山一丁目か。外でめっちゃ混んでたので、外にしたんだけど、めっちゃ寒いです。寒いね。抹茶ラテいただきます。あら、素敵。
タタンエッグベネディクトだよ。美味しそう、美味しそう、美味しそう。この子はいロコモコの後にアサイーボールを食べようとしている OL です。僕はティラミスを頼みました。なんだかかんだかってやつを頼みました。なんだかかんだかってちょっとわかんないなんて言葉、バナナが乗ってます。なんだかんだ、うん、謎はい、はい、ということで今日はねこの元ブロガー女子3人でお花見をしてきました。イエーイ、楽しかった、楽しかったね。本当にもっと暖かくなったらまた行きたいと思います。私たち3人でそれぞれ動画を上げてるのでそれぞれのチャンネルは概要欄をチェックしてください。よみちゆきです。サブカル服装なふぐです。マリンバナオイルです。でも本当すごい楽しかったからね、また3人でどっか行こう、行こう。もうなんか大好きな2人とツーリングできてすごい楽しかったです。あのこれを機にいろんな人に知っていただけたらなと思います。じゃあ最後はレッツフグフグで終わりましょう。最初流行らせよう。流行らせよう。じゃあせーの、レッツフグフグ。